こんにちは。山形大学サイタセンター学生スタッフです。今日は光がどんなものなのか実験して調べてみましょう。ここにレーザーポインターがあります。これはお家の電気とは違って、まっすぐな光をビームのように出すものです。お家の電気は爆発みたいにあっちへこっちへ飛び出しますが、これはビームです。何もないときは、ビームの光はこのように見えます。さて、このビームが、この目に見えないくらいのしましまがたくさんあるシートを通って向こう側へ行ったとき、何が起こるでしょうか？普通に考えたら、ビームはまっすぐ、ひたすらまっすぐ進むわけですから、一個だけ光が見えますよね。じゃあ、まずは見てみましょう。なんと、たくさんの点が見えました。びっくり、これは光が波であるという証拠です。そうです。あの海の波とか、縄跳びをうねうねさせた時の感じです。光もああいう風なものだったんですね。光がもしただのビームなら、ただのビームとして進みます。当然、光の点は一個だけです。ところがどっこい、波だと隙間を通った光はいろんな方向に進むのです。いろんな方向に進んだ波は壁のところで合流して強くなるところと弱くなるところに分かれます。すると明るい点と暗い点になって現れるんだね。この明るい点と暗い点ということが他の実験動画でも大事になってくるから覚えておいてね。じゃあ今度は緑色のレーザーポインターで実験してみましょう。するとどう見えるでしょうか？なんと、色によって明るくなるところと暗くなるところの場所が変わりました。重ねてみると違いははっきりわかります。光は波なので、波の大きさが色によって違うんですね。すると、明るく見えるところも違ってくるわけです。さて、これで光が波ということがわかりましたね。この実験は干渉実験という名前で有名です。高校生になったらみんなも勉強するかもしれませんね。今日のまとめです。まず、光は波です。そして、干渉実験では、光は明るい点と暗い点を作ります。その位置は、光の色によって変わります。このチャンネルでは、他にも簡易分光器や、虹色の光が見える分光万華鏡の作り方動画をアップしています。他にも、お家でできるサイエンスクッキングも紹介中。気になるものがあったら動画最後の関連動画または再生リストからぜひチェックしてみてください。それでは皆さんさようなら。